やハローどうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジアニメハマーです。現在2023年10月4日水曜15時26分です。はい、先ほどウマ娘プレディダービー BNW の誓いの1話見まして、もう一回見ながらの感想をあらすじをまとめました。はい、ここからは2話ですね。 Amazon プライムで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってきますので申し訳ないですが、それを我慢しつつ同情していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションを確認くださいということでお願いします。いきます。3、2、1、あれ動かん、スタート。 OK、 スイーツ。あ、お花さんや。名前でごめんなさい、お花さん。あ、ハルジングルシリーズファン大感謝祭言えんかった。全長100キロ。アタイシンね。まだアタイシンはオッケー言うてないね。まあでも今年のね、ロード・トゥ・ザ・ソップは泣けたね、4話しかなかったけど。確か星雲スカイやね、あの木戸あかりさんの、ここって本編から変わってんのかな。あ、そうやね、星雲スカイ木戸あかりさんね。なんかそこだけ覚えてました。ゴルシが上田ひとみさんやったな、確か。BNW の誓い2。スイーツ、イエー。金婚一番。出すかはやっぱメガのせいで走らへんのかな。アイネス夫人。エイジングフラッシュ。アドもやべえか。
ちに。スイーツは口にいいか。いいね。チーム B。あ、ラッシュはいる。マルトップガン、間違いなく来てある。スーパークリニック。マルトップガンってずっと似てなかったっけ？確か鈴鹿と同じ選手だったかな。できる。あ、大使もほらもう OK してんのね。アグネスタキオン。ミホのブルボン。あ、セブンスカイや。アグネスタキオン。あ、テーマオペラを。エアシャカール。あ、エアシャカール。多分これやっぱりおらへんやな。捕まえる。なるほどね。これはどのレースや。15万人。
これは言えへんわな。これはブライアンが動く。自分が一番ちっちゃいですか。やっぱブライアンが説得するのね。カラオケや。ブライアンの秋の天皇賞って何年？ 95、6 年？ちゃうか。みんな待ってる。あ、病院で姉さんなんやね。まあシンプルな説得やな。桜爆心を、あ、これます。雪の美人。物産展バトルや。ゴールドシティ。
風とちゃんと花が。ブロワイエ、ブロワイエって出てたっけ、フランスの馬か。96年やね。ああそうやね、96年。私買ったんだから負けないように。あ、最悪のあれか、替え玉か、サンバイザー。いや無理があるやろ。ひしやけぼのビコビガサスビコビガサスじゃん。ファインモーションラーメン。あー今なんかあれやね、叫ぶところや。なんだっけ、切り株に叫んでたん。おらしゃわ、美穂のブルボン、アイニス風神、ライスは確か岩見真中さんやったね。ライスはって菊花賞を買ったんだっけ。ワンモアタイム、ワンモアチャンスみたいなやつね、山崎正義さんの。あ、あ、グラスファンダとエルコンドルパサか、この二人。あ、じゃあ今は階段前ね。スマートファルコン知らんな。これどうすんねんこれ。ワンコそば？オギャプワンコそば？これやるの俺？いなりワン。あれ？もう腹パンパンや。
妹たちを養う一家の一家の大黒柱な、ミオナブルモン。ペース上げてくれ。G1 人参焼き、G2 人参焼き。待ちかね、来たら97年喫科書やね。セイウンスカも確か長距離版ね。ああマジか、そんなことが。あ踏切踏切あんのレースは違う、駆け引きが実に面白い。なんで駅伝のコースに踏切があんねん。あれスプリンター、マイラー、長距離が何だっけ。スイーツ、スイーツ。あ、お、ん？ってなればな。耐震数。起こす。あ。おお、耐震が。これ絶対3は泣けるやつやん、これ。3は絶対泣けるやつやで、これ。多いな。ブロワイエって載ってるかな。これ何の順載ってんのやろ、これホームページ。むちゃくちゃ多いな、このホームページ。これゲームのホームページか。何人いんの全員これ。 OK。
これはもうあれやね。うん、はいはい。ということで、結局成田大臣は最後まで出ずやったけども、ゴールドシップ何してんねんやね。いや、コントやでこれ。うん、でやっぱなんか馬娘はね、ほんまこれちょっとしたドラマでもうなんか涙腺を刺激されるいい作品ですな、ほんまに。もともとね、馬娘をもう見てほしい見てほしいって3年前ね勧められ、2020年に、いや馬娘ってと、なんか最初は敬遠してたんですよね。自分もともと競馬好きやったから、なんか馬が人間ってなんやねんと思って、馬がその、いわゆる美少女キャラになってるってなんやねんと思って敬遠しててね、もうほんま見終わってからもうマジでそれを後悔しましたけどね。だからなんかそれもあってこそ、なんかこうちょっとしたドラマでね、感動できるというのが素晴らしい作品やなと。でこのコント要素が多いのがめっちゃいいですね。どっちだっけな、一期か二期かで、なんかジュースを作るときにクモがおったりだとか何のジュースだったか忘れたけどね、なんかそういうシーンもありましたね。で、まあ、ツインターボ師匠のね、感動のシーンもあったりだとか、ライスシャワーはちょっともうね、多分、2期か、7話、8話ね、あれ見終わった後にここ見たら多分もう涙腺が出てますよね。あのライスシャワーが活躍しとるかなと思って。でこれって2期の前ですもんね。これ日付が2018年12月19日になってるけど、アマプラでね。その時から上がってたのかな。でも、そんなことないか。うん。まあだからあとは大臣が果たしてどのように。で、成田ブライアンの説得が良かったですね。シンプルやって。なんかその自分の体験談を話して。うん。で、しかもみんなが待ってるっていう、まあ、シンプルっちゃシンプルなね。ただ、成田大臣はもう、自分を信じられない自分が、なんつったら悔しいって言ったかな。うん、まあそこでね、最後ここもね、いいよね。早秀と、それから、ウィニングチケットがね、こう、カメラからこう、語りかけてんのに、あ、ここにいるっすって横でね、サンバイザーか、言うてんのもおもろいし、あと、オグリキャップのワンコそばいるかって、まあ、多分いらんねやろうけど、あれを入れてくるのが素晴らしい。いい演出ですな。うん。で、あとなんか最初の方ね、スローガンの時で、なけ、勝利は、手に、勝利を手に、スイーツは口にとかもね、素晴らしかったですね。さあ、多分この BNW に近い3話は泣けると思うんで、この後楽しみですね。またこの後も、アップロードしながら、もう一回見ながら、感想あらすじまとめるんで、1時間後ぐらいになると思います。はい、楽しみですね。以上、BNW の、ウマ娘プリティダービー、エクストラ R レースかな、BNW の近い2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。あ、ここから1分で自己紹介します。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そしてこの目標のパフォーマーやってます。普段、やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますけども、現在、コロナの影響で約3年8ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知っていただきたいので、説明文にあります URL をクリックしていただいて、ぜひともそっちの応援もお願いいたします。チャンネル登録できればお願いします。はい、そして、福田京子さんと出たこの CM ですね、まだ見てない方、URL 貼ってますんで、ぜひ見てみてください。アニメのリアクションその他諸々スタートした今日で1287日目と長いですけども、このチャンネルなんと2009年4月25日から使ってます。そして残念なことに2021年の8月18日までの間の推定2000本以上のリアクション動画ごっそりとですね、自ら出て削除させられております。そんな地獄を乗り越えてですね、もうやめたいと言いながらも、気合と根性だけでこのリアクション活動を続けてきてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。